ウィスコトンです。今回ですね、日本人が全員頭の中ハテナになったこのジョンシナチャレンジ、まずね、謎に包まれまくってるこの男、誰ですか？この美しい笑顔と、この筋肉質な体と、このセットされた髪の毛ね。まあこれなんかプロレスラーとか俳優とかテレビの司会者やってるアメリカの方なんですけど、全然わかんないです。まあワイルドスピードとかに出てて、まあ一部のところではすごい有名なんですけど、わかんないんで、まあ、とりあえずこのチャレンジやっていこうかなと。で、まあ、この報酬がチケット1500枚もらえるということで、まあ、結構熱いんですよ。結構熱いんですけど、まあ何せチャレンジ回数が無制限なんで、まあ、誰も動画にしてない中、ちょっと俺はやりたい。紹介したい。この何がいっちゃん手っ取り早くいけるかっていうの。はい、まず1試合目強奪なんですけど、まあ、全フードレベルマックスやった時はまずダリルがいいですね。まあ、ダリルが持ってなければ、まあ、コルト、はい、コルトが一番いいんじゃないかなと。では、まあ、なんでダリルがいいかっていうと、まずね、リロード速度上がる方のスタッパーつけてたらめちゃめちゃダメージ与えるの速くなるし、で、リロード増やす方やと耐久力減っちゃうんですけど、このバーガーのおかげで耐久力ね、めちゃめちゃあるんで、まあ、実質死なないのに、リロード速度えげつない状態のダリルっていうことで、まあ強奪の中ではもう最強トップクラスで強いです、はい、こんな感じでもう死なないんでね、基本的に。でもヘイトも取れるし、じゃああとは頼んだ。バブルなんてね、めっちゃんざこいんで、こんなん絶対つけないでください。はい、バブル削れないし、敵も倒せないし、全然申し上げられないし、うん、絶対いらないっす。やばい、 OK、 こんな感じです。これがいっちゃん楽。まあ一人でも十分戦えます、これなら。チームの方がいいけど、もちろん。はい、続きましてノックアウトなんですけど、まあアペタイザーとかエサボールとか、追尾機能つくやつレベル1でも持ってたらコルト一択です。で、この白い点々みたいなやつついてる状態で弾当てた瞬間、アペタイザー発動した瞬間、オートイム連打で勝てます。はい、こんな感じで、なんかもう全弾ホーミングするんで、エリザベス、感覚エリザベスの追尾機能が全部つくのが長時間みたいな感じなんで、一発ちょんと当てた瞬間オートイム連打でいいです。で、弾なくなったなと思ったらガジェット連打、ガジェット使ってオートイム連打でいいです。で、体力減ったら下がりましょう。で、まあ射程も伸びるんで、マッチで一発与えた瞬間全部適当に打ってください。全部死にます。全敵が死ぬんで、まあ、安心してください。でもアペタイザーついてない時は下がって死なないようにしてください。そんだけでマジでコルトがね、コルトが強すぎる、マジで。これはね、味方いなくていいです、別に。コルト1匹いたら全然余裕で勝てるんで、これは野良でも十分。はい、問題はこっからなんですよ。ホットゾーンなんですけど、まあ、バズが最強かな。まあ、バズ、まあ、なかったらドラコでもいいかなぐらいなんですけど、まあ、バズかドラコで、まあ、でもこの、アサシンに勝てないんですよね、基本的に、普通に考えて。で、バズはアサシンの中でも1匹狩るのに特化してるんで、1匹の敵なんて一瞬でぶっ殺せるんですけど、こういうね、チーム組まれて、バズプラス何かの場合、バズ1匹じゃ勝てないんですよ。なんでこの試合負けます。このモードだけ、マジで味方いないとだいぶきつい。野良だけじゃ結構ね、まマジでしんどいです。こう1匹狙っても、もうこんなんも絶対勝てない。なんで、これね、めっちゃきついです。ちょっと試行回数重ねてください。割とね、マジでどう頑張っても勝てないんで、まあ、こんなんしてもこんなんしてもこんな感じで頑張っても勝てないんですよ。もうダグとバズのコンボなんて、マジでクソ強いから、このモードにおいて。なんで、まあ、この場合は諦めてください。普通に諦めです。絶対勝てないんで。絶対勝てます。まあ、コルト単体とかやったら、まあ、ギリ悪くないかなって感じなんですけど、絶対勝てます。もうバズ最強なんで、こいつ。こうくっついて、アサシン VS アサシンの戦いでも、もう大体バズのが強いんで、で、このまま気絶させてぶっちゅんでしょ。で、倒すでしょ。まあ、上取っとくか。まあ、なんでもいい。マジで適当に。ウルトさえ当てたら、マジで余裕で全部勝てるんで。で、まあ、コルトね、ちょっとアペタイザー、まあ、さっきの強奪の試合見た通り、結構怖いんですよ、このキャラクター。ぶねえ、マジで。結構怖いんで、壁をうまいこと使ってください。そしたら、アペタイザー関係ないんで。射程、遮蔽物が一個もなかったら、もうコルト一強なんですよ。なんですけど、まあ、残念なことに壁あるんで、もう射線も通らないし。で、ドラコとかもね、まあまあ強いかなって感じなんですよ。感じなんですけど、バズに勝てないの。だからバズ一強なんですよ。まあ他のキャラクターもいろいろいるんですけど、まあやっぱバズかな。まあチームで組む人は、まあ、バズ、ドラコとか、まあその辺でいいんじゃないかな。やっぱタンクがね、結構もう、タンクとアサシンが圧倒的に強いんで、その感じで戦ったらいいんじゃないかなと。はい、もう余裕です。マジで。こんなに違うのっていう。
まあまあチーム組むだけで、まあ、このマップというか、まあ、このモードスポンジボブコラボ、お前いい合い出んなよその辺から、まあ、チーム組んだやつが勝ちみたいなとこあるんですけど、まあソロで、まあ、俺みたいにぼっちの人向けの動画なんで、あのチームでやる友達でワイワイしてる人は見ないでください。俺が嫉妬で頭おかしくなりそうです。はい、続きましてエメハンもね、もうバズ一強です。あのまあ、スポンジボブのやつのせいで、まあ、ミッドとかいう概念ないんですよ。まあ、いかに敵をぶっ殺せるかで、まあ、最後の最後に逆転できるかって感じなんですけど、まあ、このタンクも強いです。タンクも強いけどやっぱアサシンに勝てないんで、タンク強いけどね、まあ、3人タンクとかやったら、うん、チーム組めるなら別なんですよ。で1人でなんとかしようと思うとバズで、まあ、こいつは何が強いかっていうと、まずガジェット、はい、こんな感じで、まあ、草むら見えるのが圧倒的に強いですね。まあ、の敵がねタンク多い中、この草むら見えるっていう効果はだいぶ強いと。でまず、まあ、アサシンなんでこんな感じで一瞬でぶっ殺せます。最後の最後、もう残りも時間ないです、もうエメ10個取られてますって時に、まあ、ハイパーチャージで、立体軌道使ったらシュンシュンシュンってやって、まあ、最後の最後一瞬で逆転できるんでめっちゃ強いです。バズで、まあ、自分が死ぬなっていうリスクも草むら見えるから、まあ、だいぶなんとかなるんですよね。じゃあさよなら。さよならさよなら。やれ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 、はい、どんどんやれどんどん。でサージいそうなんで、まあ、これくっついけないけど、まあどっちのいいや、はい、どっちのいいんですよ。はい、なんとこのバズとかいうキャラクターくそ強いです。気づかなかった、こんなに強かったんだバズっていうね。でこれタンクもね、シールドついてる状態に気絶してる間に逃げたら、あのシールドなくなっちゃうんで、まあ気絶も強いなこのキャラクター。はい、これクソ余裕です。エミハン超余裕。はい、続きまして賞金稼ぎなんですけど、あの1試合目ぐらいかな、まあ、なんかのマップでコルト使ったみたいな感じで使ってください。これエサボールがついてる状態だけ殴って、でついてない状態と、まあ、ちょっと下がり目で戦ってください、まあ、そしたらもう絶対勝てるんで。もうこのね、まあ、ベルとか、まあ、エリザベスとか強いように見えるけど、もう余裕でコルトが強いからこんなん、まあ、全然ぶち上げて、待ってお前、お前たちリロードないで、君リロードないで逃げる、やばいね。お前何してくれてんだよ。これだけ強いです。うん。さすがにこれだけエリザベスの方が強いんですけど、まあ、ちょっと今のはやりすぎた、前線押し上げすぎた。ぶっ殺すか。こっち来んな。こっち来んな。コルトの独壇場でいいんだよ別に。お前たちの力必要ない。コルトだけでいいんだ。この世界はコルトで回ってんだよ。って感じです。はい。間違ってもね、エリザベスとか、まあ、ベルとか、まあ、一般的に使われてるキャラクター使わないでください。まあ、タンクとかも弱いですね、ここはさすがに。ジジ。うん、最強。マジで。格の違い。なるほど。コルト、お前と戦う日を待ち望んでいたよ。貴様との格の違いを見せる時が来たか。で、今回、味方、こっち優秀です。はい、まずね、まあ、コルトって、まあ、だいぶしんどいんですよ。一発食らわないように戦わなきゃいけないんで。で、そこで、コルトより射程の長いティック。これね、コルトに攻撃を食らうことなく一方的に殴れる。これめっちゃ強いですね。まずいか。で、このバイロン、俺を回復してくれんの、これめっちゃ熱い。それに対して敵は何だ、ダリル、一匹で突っ込むことしか脳がないダリルと、まあ、あとまあちまちま攻撃打ってくる、まあ、ジーンなんですけど、もうこんなんね、もう味方のこの300回復のおかげでジーンの攻撃無力化なんすよ。勝ち。まあ、今んとこ負けてるけどね。うん、今んとこ負けてるけど、まあこれジーンカリーノ、やばい、お前、俺だけは死んじゃいけない。いや、よく耐えた、よく耐えた。ウルトもったいない、使うべくして使え。もうお前なんでされて前道にしょうがないとして、でここアペタイザー発動してるんでぶっ殺してのオッケー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 、全然勝てるよ。あて、あ、今ウルト欲しい。いや、でもあったかい、よくやった。生きてるだけでお前は価値がある。いや、これね、敵アペタイザー、いや、そっちが先着いたらまずい。耐えたー、こいつマジ優秀で、俺が今、最強モードなんで、ここ、ま、一気に前線押し上げての、あと星10かで、味方が入っちゃうと、まあまあまあどっか行ったけど、で敵アペタイザー使ったんでしばらく出てこないと。ってことで一体俺のターンドロー。いや、俺のターン終わった。待って、下がって、え、なんで負けてんのこんなに。これ倒すしかないよね。オッケー、下がれお前たち、なんでされてんねん。おー、いい、なんで、もう野良の洗礼受けてるって。
ということで、自己紹しましたまあまあちょっと時間かかったんですけど、はい、ジョンシナのこのアイコン、何このアイコン、ジョンシナ関係なくね、ジョンシナの似顔絵とかにしろよそれは。まあでも一応ね、まあ、こんなんも集めとくだけ得なんで、まあ一応ゲットしといてーの。まあ一旦ジョンシナと心通わせてくか。いやいらねえなあのせめて金色だろ、金色にしろよ、なんで銀なの。まあちょっとわかんないけど、まあやっぱね今のところ俺の中の最強アイコンランキングで言うと、やっぱスポンジボブのやつが一番おもろいから、まあ、やっぱあれには勝てないよ。もうこんなんもう一番おもろいんやから。ということで、まあ、皆さんもねこの1500ゼニと、まあ、ジョンシナのアイコンゲットしてみてはいかがでしょうか。ということで今回はご視聴ありがとうございました。